ミニアチュール、ミニアチュール、フッツ、ミニューチュア、または、災画、細密画とは、古代、中世の絵付き写本に収録された挿絵である。語源は、ラテン語のミニウム、エンタン。初期の写本の赤色インクにエンタンが使われていたことに、ちなむ、中世のミニアチュールは小さいものが多かったため、ミニット、微細ナなどが語源であると誤解され、小さいサイズのイラストを指して、 ミニアチュールと呼ばれるようになった。ミニアチュールの翻訳語として、細密画という表現が採用されたのもこれに由来する。現存する最古のミニアチュールは、アンブロジア版、イーリアス、3世紀頃のイーリアスの差し絵付き写本から切り出された一連の彩色画である。これらの一連のミニアチュールは古代ローマの絵画と似た技法で描かれ、扱われ方も同様である。 作品それぞれの質にはかなりばらつきがあるが、人物の描き方などは古典らしい上手があり、これ以前の技巧から影響を受けているものと推測される。背景に関しては、様式的な表現ではなく、ポンペイその他ローマ時代のフレスコ画に見られるような、不完全ながらも自然に学ぼうとする古典的なスタイルが取られている、ようだ。 芸術的に見て価値があるのは、バチカン版ベルギリウスとして知られる、5世紀頃のバチカンのベルギリウス写本である。アンブロジアの断片よりも大きなサイズで描かれている上に保存状も良く、よって手法や技術の検証がしやすくなっている。描写は極めて古典的な様式であることから、バチカン版ベルギリウスのミニアチュールはそれ以前の写本からそのまま模写したものと割れる。 着色の技法についてはよく分かっていない。というより、初期の写本のミニアチュールの色使いはどれもほとんど同じなのである。異なるシーンを一つのページに配置する方法はこれ、以前の作者が考案したと思われるが、この技法はその後のミニアチュールの伝統に大きく影響した。描き方の特徴としては、まずページ全体に背景が書き込まれた後、 明らかに上書きする形で大きな人やものが描かれ、その上に小さいディテールが書き込まれている。絵描きのアルゴリズム。また、遠近法的な効果を高めるため、人やものは水平線上に整列しており、線より上のものは下のものに比べて小さく描かれている。東ローマの画派では、自然のままの姿から離れて、技術的な定型を使うのが当たり前になっていたが、 初期の画派では古典の上司が残っている例がある。コットン創世記の原存部分などがその恒例で、ビエナ・ディオスコリデスのミニアチュールも証拠となっている。時代が下った東ローマの写本でも、全時代のものから復写されたものは、モデルの複製によって写実的になっている。だが、東ローマの時代のミニアチュールを古典作品と比較すれば、 屋外から修道院にこもってしまったような印象を受ける。教会組織の制約のもと、ビザンティン美術は型にはまった慣習的なものになっていったのである。肌の色を浅黒く塗るようになり、ズボンを細長く引き伸ばして描くようになり、足運びを固定して描くようになった。褐色、くすんだ青とその中間色が好まれた。後に、イタリアのミニアチュールの特色となる。 肌色の扱い方が最初に現れるのはこの時代である。すなわちオリーブ、緑その他の暗い色の上に肌色を塗りつける手法である。背景もまた極めて慣習的になり、写実的な自然の姿は見られなくなり、中世のミニアチュールに大きな影響を与えた。ビサンティン美術の中でミニアチュールの美的価値は大きかったが、華々しい色彩と、 豊富な金の使用を特徴とするオリエントの壮麗な価値観も同時に現れた。このオリエント式のまばゆい金色の背景はまずミニアチュールに取り入れられ、その後製法の美術学校の製作物にも取り入れられるようになった。中世イタリアはビサンティン美術の影響を大きく受けている。ラベンナやベネツィアなどイタリアの教会における初期のモザイク画は避けたく、 ビサンティン美術の影響を受けた高レーデル。とは言っても研究者にとって、比較対象となる中世初期の作品はわずかで十二世紀の作品になって、やっとビサンティン美術の伝統的な影響を受け継いだフレスコ画やミニアチュールが見つか、数世紀をわたっての連環が保たれているとわかるので、ある。西ヨーロッパの写本彩色画派は、写本の装飾のみを目的としていた。 メロビング朝の時代の写本、北イタリア、ロンバルディア、フランク王国周辺の画派による写本、スペインの写本、ブリテン諸島のインスラ美術による作品、これらのいずれにも人物描写はほとんど見つからず、ミニアチュールは人体の写実よりも装飾の中心としての役割を果たしている。アングロサクソン画派はカンタベリーとウィンチェスターで特に盛んであったが、彼らはおそらく ビサンティン美術の影響をほとんど受けず、ローマ古典を原型にして、人物の自由な描写を作り得たと思われる。10から11世紀、この画派のミニアチュールの最大の特色は、はっきりとした輪郭描写にある。これは、この後数世紀にわたって、イギリスのミニアチュールに影響を与えたが、西ヨーロッパのミニアチュール発展の本筋からは、外れていた。 カロリング朝の君主らの下では古典の原型をとにする画派が生まれたが、これは主にビサンティン美術をとにしていた。カール大帝の奨励を起源とする画派において、ミニアチュールは二つの様式に分かれた。一つはビサンティン美術の様式に基づく極めて印象的なミニアチュールで、題材は主に福音伝道者や皇帝といった決まった人物の肖像であった。 紙面は豪華に彩り縁取りが行われ、通常は自然の風景は用いられず、決まったパターンの構造的な背景が用いられた。この画派に縁取り飾り文字の装飾が加わり、後の大陸製法の画派の原型となった。一方で、写本差し絵を目的とするミニアチュールもあり、聖書の革新などが題材であった。こちらのミニアチュールにはより自由な描写が認められており、 ビサンティン風の印象的なものとは違う、ローマに習った、写実主義が見受けられる。南方アングロサクソンの芸術家によるミニアチュールは、肌色をいっぱいに塗る手法や金を惜しまず、使う装飾など、カノリング調の画派からの影響を受けた。ウィンチェスター司教のセイエセルワルドの性別書、九百六十三年から九百八十四年などでは、一連のミニアチュールが土着の技法で描かれながらも、 外部の技術の影響と見られる、くすんだ色の顔料で彩色されている。とは言っても、彩色の手法自体は、本質的にはやはり土着のものであった。これは、人物の扱い方、服の被がをはためかせる傾向などから伺える。この技法は、改良が加えられ、手足を不自然に強調することが多くなった。ノルマイコンクエストによって、この土着の画派は姿を消した。 12世紀の美術の目覚めに伴い、写本装飾は強い衝撃を受けた。当時の芸術家は描線や飾り文字に優れていたが、ミニアチュールでは太い輪郭と服のひだの注意深い観察による力強い筆致も特の一つである。芸術家たちは人物描写により習熟し、まだ演習に沿って同じ描写を繰り返し用いる傾向はあったものの、 個々の努力によって高貴な人物のミニアチュールが多く生まれた。ノルマイコンクエストによってイングランドは大陸美術の中に組み込まれることになった。フランス・イングランド・フランドルの画派は交流を深めて成長し、共通の情熱によって活動した。その結果、12世紀後半以降、北西ヨーロッパで格調高い写本装飾作品が生まれた。あ、だが、 自然の風景について言えば、岩や木といった紋切り型の記号が見受けられる以外は、ほとんど描かれなかった。12世紀からの数世紀のミニアチュールは、人物をさらに強調した装飾手段となったのである。この流れから、大抵艶出しされた金で空白全体埋めてしまう、技法が生まれた。ビサンティンガ派でも行われていた、豪奢な装飾法である。この後の時代にも受け継がれる、 新生死される人物の扱いの定型化も特徴。これらの人物は敬意を示すために古い時代の伝統的なローブを着込んでおり、同じシーンの他の人物は当時の普通の服を着ている。13世紀になるとミニットからの語源と考えられてしまいそうなミニアチュールの時代となる。12世紀の大胆で太い線のスタイルは正確で細かいスタイルへ道を譲った。 一般的な本のサイズは、ホリオ版約、約 2432cm から、オクターブ版約、約 1216cm、もしくは、それより小さいサイズへと形を変えていった。本の需要は、より大きくなり、これに伴って、用皮紙の分量はどんどん削られていった。このため文字は小さくなり、12世紀の本に見られた文字の、丸みは少なくなった。 文章を短縮したり省略したりすることも多くなり、紙面を節約する努力があちこちに見られた。ミニアチュールも同様である。人物は小さく描かれ、顔立ちは細かい筆使いで、胴体、手足は、整然と細く描かれた。背景は、絵の具や艶出しされた金でまばゆく彩色され、金と絵の具を互い違いに使った寄席模様なども多く、見られた。イギリスの写本では、特に、 透明色はほとんど使われなかった。13世紀においては、まだミニアチュールは飾り文字を圧倒していた。それ以前は大きな花模様が流行していたのに対し、この時には小さな挿絵が紙面の空きスペースに差し込まれるようになっていた。三つの画派を比較すると、前世紀のイングランドの画派は有美で、フランスの画派は金星が取れて正確。 ドイツ西部を含むフランドルの画派はあまり洗練されておらず、固く強い線で描かれているのが特徴である。彩色に関しては、イングランドの画派では、湖を塗る、くすんだ青色にライトグリーンを用いるなど、他の画派よりも明るい色合いを使用していた。フランスの画派は暗い色、特に訓生色を好んだ。フランドルドイツの画派は原則として原色を減らして重みにこだわっていた。 フランスの写本装飾には赤や銅色の鐘が用いられていたのが特徴的で、これはイングランドや低地帯、北海沿岸のベルギー・オランダルクセンブルク一帯の青白い金属質の装飾とは対照的である。13世紀のミニアチュールが描写、彩色の両面でこれといった変化もなく、良質であり続けたのには理由がある。13世紀を通じて好まれたのは、 聖書と詩編である。当然、同じシーンの同じテーマが何度も繰り返し描かれることになる上に、これら聖典のキャラクターが事態が確定したものであったため、変化が好まれなかったのである。だが13世紀終盤になると、騎士道小説などの世俗のキャラクターが好まれるようになり、装飾画家が創意を凝らす領域が広がった。そして14世紀の始まりとともに、 基本は明らかに変わった。線は、太く吐くようなものから、スラッと流れる線へと変わり、優雅、繊細、柔軟な筆致で、美しく、体をかしげた人物を描くようになった。ミニアチュールは、事実上は、写本装飾の手段としての役割から脱し、ミニアチュール自体が持ち得る、美術的価値を問われる絵画の一種になろうとしてた。現在ミニアチュールと呼ばれるものはこちらであり、 縁取りや飾り文字の装飾なども独立した美術価値を見出されることになる。だが、14世紀のミニアチュールが写本装飾から独立しようとしていた一方で、写本装飾としてのミニアチュールも盛んであった。人物描写がより柔軟になったのに加え、並行して背景デザインにも発展が見られた。ダイヤ模様はより精巧かつ華々しくなり、 艶出しされた金にはしばしば点描を追加されてより、美しく改善された。ゴシック様式の天蓋などの建築学上の描写は、当時の建築技術の発展に伴って、より自然に、実情に見合ったものに変わった。要するに、14世紀の高度な芸術に目立って、現れる最上級の装飾を目指す画家の情熱が、ミニアチュールにおいても現れたのだ。14世紀前半。 イングランドのミニアチュールは優美でシンプルな描写でなければわざとらしくも見えるほどゆらゆらと体を曲げる人物描写がされている。未彩色の下書きも完全に彩色されたものでもこの時代はイングランドの作品に並ぶものはない。フランスの作品は整然とした貴重面な描写やイングランドよりも生き生きとした色使い、類型にあまりよらず緻密に観察した表情の 描写などの特徴をこの時代も受け継いでいた。低地帯の画派は、重々しいスタイルを続けていたが、比較的荒っぽくなっている。ドイツのミニアチュールは概して機械的で、キャラクターも田舎っぽく、評価は高くなかった。時代を減るに従って、フランスのミニアチュールが支配的になった。整然とした描写は少なくなっていったものの、輝かしい色彩に優れ、 全体的なレベルは高いままであった。イングランドの画派は徐々に衰退していき、政治的要因やフランスとの戦争のため、それほど価値のある作品は生まれなかった。イングランドのミニアチュールが再興するのは14世紀終わり頃になってからである。この再興の原因となったのは、当時活躍していたプラハのガハとの交流である。彩識から推定するに、 南方の影響を受けたと考えられる。プラハの画派は、リチャード2世とボヘミアのアントの結婚を機に、イングランドと交流を持つようになった。イングランドのミニアチュールの新しい技法の特色は、色の豊富さに加え、フランスの既存の画家による、野生型の描写に勝る、表情の緻密な描写がある。同時代や15世紀初めの北、フランドル・オランダの画派にも、 同じような造形への着目が見られる。このため、イングランドの技法は、ゲルマン美術がフランスの技法から独立するのに貢献したという見方もできる。しかし、イギリスのミニアチュールの発展は、完全に有望というわけではなかった。15世紀初頭に優秀な作品が生み出されたとは言っても、彩色には行き詰まりがあったし、中世の影響も足を引っ張った。 15世紀半ばには自然に学ぶ美術は実質上終わろうとしていた。より優れた観察が旧体依然とした風景描写を打倒しつつあり、ミニアチュールは近代の肖像画へ姿を変えようとしていた。この時代以降、イングランドで作られるミニアチュールに類する作品は外国の作者の手によるものか外国の技法を真似た作品になる。バラ戦争中の国内状況は 芸術の後輩をもたらすに十分であったのだ。よって、15世紀のミニアチュールの歴史は、大陸のガハによる写本に求めることになる。まず、北フランスと低地帯についてみると、14世紀が終わって15世紀に入るにつれて、この二つの画派のミニアチュールの構成はより自由になった。それに伴い、全体的な表現効果を描写の緻密さよりも、彩色に求めるようになった。 これはミニアチュール画家の表現の領域が広くなったことが要因である。あらゆる本が装飾されるようになり、聖書や詩編や祈祷書といった聖典はもはや装飾の主流ではなくなった。少なくとも唯一の装飾対象ではなくなったのである。だが、そんな中でも最も注目された聖典の類がある。それが地祷書である。これは個人のための祈祷書で、 この時代大量に出回り、極めて良質のミニアチュール作品が含まれている。この小冊子の装飾は、宗教上のキャラクターに割り当てられた制約を受けなかった。その上、この時代の装飾写本の需要は高く、日常的に取引されるようになったのだ。また、写本生産は、修道院に限定されず、民間の写本工房でも生産された。 15世紀前半は、監修的な風景描写は未だに、一定の地位を占めていた。ダイヤや格子模様も同様である。それどころか、フランスでこの時代裁量の作品にも、従来よりさらに華麗なダイヤ模様が見られる。だが1425年から1450年頃、自然の風景が、より存在感を発揮するようになった。とはいえ、遠近法に、欠陥はあったが、視界や、 大気の効果をまさしく扱う世代が現れるのはまだ先のことである。フランスとフランドルガ派のミニアチュールは全く並行して活動していたが15世紀の半ばにはそれぞれの国ごとの特徴が目立つようになった。フランスのミニアチュールは優れた作品も生み出されたが全体としては質が低下した。人物描写は不正確になり、 深みがない皇室の描写を過度の金箔装飾で誤魔化そうとする傾向が見られ。15世紀後半のフランドル画派は当時最高峰であった。フランドルのミニアチュールは柔らかさと色の深みを備えており、さらに服の膝や人物表現や細部の扱いへのこだわりはさらに追求されていった。この時代、フランドルの優れたミニアチュール作品では色の柔らかさ、 鮮やかさの表現に成功していた。この高水準は15世紀を超えて続き、かつ多くの優れた作品が数十年後まで残る、好評を博していた。先日した細部へのこだわりに関する事柄は、グリザイユ形式のミニアチュールにもさらに強く当てはまる。色彩がないことから、なおさら細部へ力点が置かれたのだ。特に北フランドルのミニアチュールによく見られ、 服のひらをかどばった線で描くところなどから、木彫芸術との関連もしばし見受けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。